めちゃめちゃ高くて、もう本当にすごい残念なことに追い抜かれてしまったんだろうなって、すごい感じるよね。そうなんですよ。なんていいドラマなんだ、すげーな、なんか感動しちゃいましたね。また話ちょっと変わりますけど、はい、最近ハマってるものとかそういうのはないんですか？ハマってるプロテイン以外に。あ、でも最近、あ、そうですね、ハマってるのがあの K-POP ミュージックにハマってますかね。へー、すごい、あの、なんでしょう、その演者 の、 その歌ったり踊ったりしている方々も本当にすごい個性豊かですごい素敵なんですけど、曲を作ってる方々とか、うん、PV を撮影したり、あの、編集したりされてる裏方の人たちの超スペシャリストな感じがもう全部こうギュッと詰まってるんですよ、一曲に。クオリティ高いよね。めちゃめちゃ高くて、もう本当にすごい、本当にすごいしか出ないですね。ね、なんかこう不思議な音遣いとかも、うん、結構曲ごとにいろいろあるんですけど、いや、こんな音普通使わないでしょみたいな音が入ってたりとか、まあ、それも本当びっくりですし、あの PV などカメラワークもすごい躍動感、普段ダンスがこうシュンってならない感じの本当に、うん、もう躍動感がすごいし、編集もあのセッティングのお金の使い方もすごいですし、叶わないなってちょっと思ってます。なんかね、残念なことに追い抜かれてしまったんだろうなってすごい感じるよね。そうなんですよ。見てるとこがやっぱりあのダイレクトにアメリカなんだろうな。まあ、そうですよね。もっと頑張んなきゃって思います ね、 ね、歌だったりダンスだったりのクオリティもすごい高いじゃないですか。一緒にそこに付随するアーティスティックな部分っていう支えてる、サポートしてる周りの、ね、レベルもどんどん上がっていくし、そうですね、それにもう今めちゃめちゃハマってますね。一時期、はい、韓流ドラマにハマってたことがあって、そのクオリティ云々じゃなくてストーリーがもうあまりにも、はいはい、まあ、ぶっ飛びすぎてて、おかしくどのドラマを見てても必ずストーリーが一緒で、うん、記憶喪失になりあとか、あれですよ、実は兄弟だったとか、そう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 、そうですよね。そこがもうおかしいなぁと思ってハマってた時期があった。なるほど。確かにストーリーね、面白いですよね。運転とかは普段するんですか？あ、運転時々しますね。はい。バイクは全然乗ってない。バイクは今持ってないんで。そうですね。バイク乗ってる女の人ってかっこいい。か昔からもうなんかさ、ジッパービッて上げてさ。あ、ね、あ、ですよね。もう、もうすみれちゃんまんま、そのまんま行けそうだけど。いや、あの、ヘルメットを外した時に、中から髪が、髪がパーって出てる。ああいう女性にすごい憧れてたんで、そう、バイクの免許必須でしたね。そうか。知り合いで、その、すごくいい大学を卒業した後、普通だったらそういう風なこう生き方はね、まともにみんなちゃんと行くのに、なんかバイクの免許を取って本当世界中回ってるみたいな、いい生き方をすると自由な生き方だし、大抵の人はそれができないから、やっぱそうですよね。そんな自分中心に確かに生きることってなかなか難しいし、難しいですよ。でも女の人の方がやっぱり男よりも堅実だから、どっちかっていうと、うん、そうですよね。だから逆にね、最近ドラマとかベーシストもそうなんですけど、はい、女性のプレイヤーがすごくいいんですよ。ものすごく、あの、どこが一番いいかって言ったら安定感がすごいんですよ。なんですね。で、その例えばリズムの安定感だったり、みんな真面目だから一生懸命練習するし、はい、何よりもその安定感と、あんまり必要以上に冒険しないんで、逆にあのドラムとかはそんな冒険する楽器じゃないんで、キープする楽器じゃないですか。でも男の場合って音楽をこう始める原動力が下心なんで。モテたい。そうそうそう、モテたい。ほら、かっこ
りゃーってやっちゃうなんか、ね、なんかでおりゃーやった瞬間にあの崩壊するんで女性の場合はそういうのがないんで私がもう10年先まで守りますみたいなそういうところがねドラムにはすごいあっていいんですよね。男性の派手なドラマーも好きですけどね。まあまあもちろんそこが良さでもあるんですけど、うんね、でもやっぱり安定してるっていうことはすごく大事ですよね、うん、楽曲の中でね。だってボーカリストにもかドラマーに求めると思うので、あ、ちょっとボーカリストとドラマー論にしちゃうか。そうですね、いいですね。そう、ボーカリストがドラマーに求めるものってやっぱり安定感ですよね。やっぱそうだよね、うん、その中で安定しててくれれば、うん、ボーカリストは自由に歌を表現できるじゃないですか、うん、だけどこのドラマーさんに合わせに行かなきゃいけない歌ってなるとすごく窮屈になりますし、あ、ここのフィルの後いつもちょっともたるんだよなとかっていうのの癖に合わせて自分ももたって歌わないといけないってやってると、はい、結局あの呼吸をこっちはしながら歌ってるんで、呼吸ギリギリのところで持たせなきゃいけないとか出てくると呼吸が乱れてしまうんで、そうすると後半どん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 こう息が詰まるような歌い方になってしまったりとかありますから、やっぱり安定しててくれてるってすごい嬉しいですよね。例えばね、はい、安定っていう点だけを見たら、はい、機械が一番安定してるわけです。あ、まあそうですね。でもやっぱり人間のドラムと機械の位ってやっぱりね違うわけだし、はい、そこの辺はどう捉える？最近ちょっと思うのは、うん、例えば打ち込みのループの音だとしても、はい、昔と今って全然違うじゃないですか、うん、クオリティがどうクオリティがもうより生っぽくなっててっていう、まあ、そこの差も含めてお話しするとやっぱりグルーヴ感があるっていうところですかね。あの機械音だとグルーヴ感ないですし、まあ、特に今私のバンドのあのドラマは、うん、あの女子なんですけど、そうなんですよ。そうすごい安定してて、うん、私の肩の動きを見てくれてたらしいんですよ。なんか、まあ、私いつも姉さんって呼ばれちゃってるんですけど、ね、ただ私があまり肩がこう動いて呼吸しないんで、うん、あの腹式呼吸でお腹が動くこう、はい、こう呼吸なんで、姉さんがいつ呼吸してるのかわからないって言われたんですよ。で、なんでって聞いたら、いや大概ボーカリストの息遣いを肩の動きで今まで見てきたからって、それに合わせてプレイしてるからって言ったんですよ。それ聞いた時に、なんていいドラマーなんだ、すげーなー、そう、なんか感動しちゃいましたね。そうだからやっぱりまあそういった点の機会にはできませんから心なんですよね。そうですね、そう、一つになっていこうと思って、うん、もう自分の呼吸も合わせようとしてくれてるっていうその意識が本当にすごい嬉しかったですよね。だからやっぱりそこは機械にはできないんで、まあ、自分がそこに合わせていくしかないっていう部分になりますし、でも、結局、うん、その本当にやっぱ人間のドラムにあるものって心だと思うんですよね。そうですね、ハート、ハートですね、はい、いや、いい話だな。はい、さて、本日の目的地に到着しました。木更津のピザ屋さんです。あのペット OK な、あえて名前は書きませんが、このピザを食べに来ました。はい、いただきまーす。イエーイ。な、ドリーは、あ、ドリーはドッグフードです。です。